よろしくお願いします。実際にこれ完成になる映像なんですけど、最初にこの予告の映像が入ってお猫が動いてるっていうイメージです。で実際にやっていただく動きなんですけど、腰から下のところにはグリーンの布を巻いていただくかなと思います。なので実際に映っているのはスクリーンから上の部分ですね。上半身部分。映像尺自体は30秒ありまして、もう急に飛び出してくるっていうところを撮影させていただきます。貴子さん入られます。じゃあ動きの確認をしましょうか。ここにあるモニターちょっと見ていただきたいです。これが今撮ってるカメラの映像で、ここは合成しているものになります。でしゃがんでいただいて、カメラに向かってドーンと飛び出すんで。で、手はちょっと動きつけていただいてもいいかもしれないですね。右手を伸ばしてて、左手は手前の方にあるイメージです。一連でじゃあしゃがんだところからじゃあ行きます。じゃあリハーサル用意スタート。はい、いかがでしょう。回転気味ですね。ちょっとだけです。すいません、いろいろちょっとやりながら。大丈夫ですか？よーい、スタート。はい、カットします。でも右手外に行っちゃうとはみ出ちゃう。じゃあ回していきます。スタート。はい、6秒です。はい、カットします。10秒に収めたいので、この辺ぐらいまで出た段階で2回目飛び出すときに勢いよく飛び出すっていう、それでなんとか10秒とか収めるっていう。よろしければ、よーい、スタート。猫へのリアクションのときにもうちょい出てこいってほしいんですよね、はい、スタート。ちょっと指が出た。スタート。最初の飛び出るところを今よりも勢いよくいく。スタート。最初が遅かった。スタート。8
もう一回スタート。全体における勢いがなくなっちゃった、うん、最後のところで、ね、今10ある中の8ぐらい猫の時出ちゃって、最後また2ぐらい出ちゃって、はい、一瞬またヒコネピとかすると、ニヤニヤしてるけど、あ、いい、いい、いいですよ、今の勝手にいいって言っちゃったすごい今の良かったはい、よーい、スタート。はい、タッチします。なんか良さそう、良かった、良かった、どうでしょうか。OK です。OK です。お疲れ様でした。